原辰り、レッドヒル、そしてとある料理番組、この3つでね、牛太郎と一緒に30年前の今日を見ていこう。一緒にね、懐かしいって、いこうね。まずこれ、原辰り、この原辰りが30年前の今日、スリーランを打った、言うて話題になっとるの。原辰徳言うたらみんなまあ監督のイメージが強い思うんじゃけどね。まあ1980年代から90年代中盤にかけて巨人の4番を務めてね、 長島王の ON 時代の後の巨人を支えた選手なんよね。選手としては6度のリーグ優勝、3度の日本シリーズ優勝に貢献しとる。ただね。 長島王が偉大すぎたけえね。なんかその後の4番いうことで、まあ、その前の2人と比べられてね。なんかチャンスに弱いんじゃないかとかいろいろ言われとったけどね。今年50歳になるこの牛太郎、昭和48年ね。この段階ジュニアの世代に言わせるね。本当立派な野球選手じゃった。ということで始まりました。平成5年10月10日の新聞や出来事。これはね、わしが毎日ツイートで呟いとる30年前の新聞出来事。これが元ネタじゃっけね。もしよ よかったらこちらの方のフォローもよろしくお願いします。続いてこれ、レッドヒル。これね、発売されとるね。これ、チャギアアスカのアルバムね。前作のガイスからおよそ11ヶ月ぶりとなるオリジナルアルバム。なぜに君は帰らないとかね。後にシングルカットされた。わしこれこうでね、この当時友達のね、ギターやってる友達のとこ。 あの、居座り込んでね、座り、住んでね、なんか、居候の時に、その時、よう聞いとったほんと、懐かしい、ほんとね。続いて、これ、出た料理の鉄人やあったね、これ。これが30年前の今日、放送開始されとるんよね。いや、もう30年も経つんじゃね。これはね、料理番組とかである、よくあの、料理人同士の対決。これがコンセプトでね、まあ、番組上で、あの、鉄人と言われる、この、カラフルな、 慰労した3人とね、挑戦者で料理で対決するという番組。ほんと盛り上がっ,てった。懐かしいね。ということで、以上30年前の今日でした。明日も見てね。ほいじゃのー。